お疲れ様です。前田です。はい、発売日にこちら買ってきました。爆上げ戦隊ブンブンジャーの戦隊ヒーローシリーズ、ブンブラック、そしてデラックス、ブンブンポリスセットです。早速開けて遊んでいきます。まずはブンブラック。いやー、君を待ってたよ。これ本当に。これいつも皆さんどうやって撮ってますか僕はこのまま根元から、ブチッと、撮るんですけど。はい。 戦隊ヒーローシリーズ、ブーンブラックでーす。このタイヤの、なんていうんですか、カードっていうか、値札みたいなやつ。これいいですよね。で、ブーンブラックは、このような、はい、上半身になっております。やっぱりここ特徴的ですよね。他のメンバーの、例えば、ブーンレッドとかと見ると、肩のこのアーマーかなり目立ちますよね。こうやって見ると、本当にレッドたちは、 あっさりしたスーツ造形ですよね。で、背中を見ると、このようにですね、肩のタイヤがついてまして、で下半身はかなり塗装控えめ。というか、まあこういう、あれですもんね、服ですもんね。ここにあのラインがないので、ちょっと、うん、寂しいですけど、こんな感じに、全身になっております。以前買ったガシャポンのブーンブラックを見ると、 塗装の箇所が若干ガシャポンが多いのかなここだけだと思いますけどね。肩これ無塗装ですし。なので、うん。本当にこれをちっちゃくした感じですね。これよく見たら顔、大きさ一緒なんですね。<laughs> かなりデフォルメ。体が小さすぎですけど。はい、このようになっておりますので、これでようやくですね、撮影のしにくさから解放されますよね。今までは、このようにですね、ジョーのイラストがブ、分ン,ブンチェンジとした時にですね、これにしか、 慣れなかったので、他のレッドたちともですね、こう、同じシーンの時にやっぱおかしいわけですよ。なので、こちら側をこの、レッドたちを小さい方に、えー、持ち替えてですね、再現を取ってたわけなんですけど、どうしてもこれ自立ができないので、撮影が難しかったんですよね。まあ、しにくかった。ですけど、今日からこれで、はい、ジョーが、ブンブンチェンジってやったら、ブンブン作りたいやーと言って、 はい、今、編集でですね、モーションが変わって、はい、ブンブラックに変身したと思いますけど、こういう風にできるということですね。うん。まあ、稼働は、もう安定の、あ、肩が、肩アーマーで引っかかりますね。ブルーとかレッドは、うん、360度回るんですけど、ブンブラック、多分ブンオレンジもですよね。ここまでしか上がらないですね。 右腕は360度回転。で、下半身、腰ですね、腰部分がロールができるので、まあ、あんまりこれでこうポージングってしないですけど、ちょっとだけこういう風に横向けて立てたりすることができますね。いや、ついに、後でブーンオレンジも開けますけど、こうですね、で、分ンオレンジまだ開けてませんけど、うん。 5人揃いましたね。やったー。これで結構ですね、あの、オープニングの再現動画の、あのー、仕上げをすることができますね。続きまして、ブンブンカーシリーズのデラックスブンブンポリスセットでございます。ブンブンパトカー1とブンブンパトカー2がセットになったアイテムですね。単体版も売ってますので、まあ、これを2つ買うとか、いうこともできるようになってますね。でこちらに関してはえ、デラックスブンブンジャーロボに 合体できる商品で、アタックモードになるとこのように、これあの、何でしたっけ巻きびしみたいなやつ。<laughs> 名前忘れたな。トゲトゲがついてて。で、こっちはですね、拳銃が展開して、さらに分割して二丁拳銃になるということですね。パッケージは横が分ブラック。で、背面はこのようになっておりますね。大きく遊び方が載ってますね。ゲートモードでアタックモードに変形して、さらにですね、パトカー1は、 頭部に変形。パトカー2は二丁拳銃に変形と。そして、えー、ブンブンジャーロボポリスが完成と。第5話、爆上げ後の警察官はくじけないにて、もう登場済みですので、そちらのリメイクもこれで作れますね。反対側はブンブンチェンジャーでの連動遊びが載ってます。底面は注意ですね。はい、こういう感じになってますね。開けます。箱を開けると、はい、このように。 入ってましたね。いつも通り段ボールにこのように入ってます。箱から取り出しましたデラックスブンブンカーシリーズのブンブンパトカー1、ブンブンパトカー2です。まずはブンブンパトカー1。はい。いつも通りですね。うん。このような造形になってまして。 転ががし遊びができますそして、えー、ブンブンパトカー2。これは、あの、何て言うんですか、装甲車うん。車の名前、僕ちょっと疎いですけど、あ、持ち手がついてますね。このような形になっておりますね。そして、えー、底面、車の底面には、認識ピンがついてて、うん。一緒に、あ、一緒じゃないですね。ここが、 こっちが長いね。ここが短い。ちょっと黒くて見にくいかな。うん。はい。当然違う音声が流れますので、ブンブンチェンジャー、ブンブンチェンジャー。はい。持ってきました。ブンブンチェンジャーに、じゃあセットして音声を流してみましょう。わあ、そう、これこれ。ピューピューピューって押すと。 ババンバン打ちタイヤーいいですねチェンジャーに合体するとこのようになりますねうんこのシリーズは遊びやすいですよねそして「ブンブンパトカー2」の音声はこちらンンサイレンの音一緒かな 一緒ですね。はい。こういう風に音声遊びができたり。はい。ここからはですね、ブンブントレーラー、ブンブンジャーロボに合体させていきたいと思いますね。はい。じゃあですね、まずはゲートモードにしましょうかね。これ、このアタックモードに変形させるときに、ここのゲートモードを使わないと若干ですね、 あの、やりづらい。というのが、こう、手でこうやってやろうとすると、こう結構ですね、爪が入らなかったりして、あのピンク、ブンブンワゴンとかもそうなんですけど、変形ができなかったりするので、あの再現動画をですね、撮ってる時の、うん、都合上、こういうのがですね、このジョイントは、このブンブンチェンジャーと一緒だと思うんですけど、ここに、あ、これ開けなきゃね。 ゲートモードを通過する時のあのー、一発変形のスイッチがどこかにあるのかな分かってないんですけど、僕この辺を押しても変わらないですよね。うん。なんですけど、変形できるとありがたいですね。横に広がるとかなりでかいですね。まずは、えー、ブンブンパトカー1をゲートモードにセットしてみましょう。このようになってまして、で、一発変形ですね。いきますね。ちょっとここ持って。 で、いきまーす。アタックモードおー、来たー。<laughs> 気持ちいい。はい、このようにですね、ここが展開して、えー、トゲトゲ武器が出てきますね。うんそう。このアタックモードの変形の、なんていうんですかここを通さないとですね、カシャッとできないのを何か他のアイテムを出してほしい。あの、ミニゲートみたいな。 お手軽ゲートモードみたいなのちょっとじゃあ正面から行きましょうかね。はい。こう行っていきますよ。映ってるうん。あ、ぼ、ちょっとボケてるから。はい。マクロに切り替えました。いきます。アタックモードおー、<laughs> いいで。はい。ばあー。はい。という感じでアタックモードに変形。これはこれ以上いかないですね。うん。アタックモードになるとこのように。うん。 ちょっと空を飛びそうな感じもするデザインに変形しましたね。はい。で、ここが、うん、トゲトゲ武器になってて、ここにお顔が隠れてますね。どうやってやるんだろう。適当に変形して、ああ、こうか。ここのヒンジを全部倒して、で、こっちのトゲトゲ部分も前に出せば、これで合体できるのかなうん、ちょっとアタックモードに戻して、はい、簡単ですね。 ま、ツーステップでアタックモードから変形させることができますね。そして次が、はい、ブンブンパトカー2のゲートモードに。はい、こちらも再現で必要なので、後からちゃんと取りますけど、とりあえず遊んでみましょうかね。うん。でブンブンパトカー2の一発変形。で今度こっち側から斜め。アイソメトリックでいきますよ。はい。アタックモード <laughs> あ、出た出た。あ、これ地味だね。<laughs> 一瞬、あれ、どっか変わったと思ったんですけど、このようにですね、えー、銃口が出現しましたね。ちょっともう一回やりましょうかね。一回外して、はい、これがアタックモードでございます。ここの部分がこういうふうに展開した状態ですね。これ単体での活躍は、今のところなかったかなあの、 いっぱいに見える攻撃をしてましたよね。これがいっぱい出現する演出はありましたけど、パトカー2自体が攻撃したりってことは、今のところなかったですよね。うん。で、こういう感じで、えー、ちょっとじゃあまた別方向から。あ、取れちゃった。うん。あとでいいですね。えー、っと、ゲートモード戻して、はい、セットして、じゃあドア,アップ行きましょうか。 ピント合合っっててまますすかねねはい合ってますね、アタックモードよっおおできたはいというふうに、ブンブンパトカー2はアタックモードに変形できて、で、これ2つに分割できるんですけど、こっちか。あ縦、縦じゃなくて、こういうふうに、面白い分かれ方をしますね。こうなってます。 はい、2つに分かれたので、なるほど、ここが回るわけですね、ぐるぐるっと。回して、で、持ち手を出して、こうか。これでいいのかポリス、ポリス、ポリスは、ああ、こうでいいのか。あじゃあ、これあー、回る。 うーんなるほど。シンプルな形に変形したと思ったら、最初はこういう形じゃなく、こういう風なんですもんね。変形前のが結構複雑な形ですね。まあ、こういう風に回すだけですけど。で、持ち手を出して、持ち手持ち手持ち手。持ち手を出して。はい、これでですね、二丁拳銃モードが完成しましたね。うん、どっち向きだ パッケージですと、こういう風に持ってますね。右手と左手と。はい。じゃあですね、えー、アタックモードに、あ、閉じちゃったね。こういう時、手動でパカって開けばいいんですけど、さっきから前たら何言ってるんだってことなんですよね。こういう、あの、アタックモードになってない状態のビークル状態の時に、ここからアタックモードにしようとするとですね、ここにこう爪を、結構硬いんですよね、ここ。 先にこっちかとか思って、ここをこう引っ張ると、あ,あこっちかとなって、これでアタックモードに手動で変形できるんですけど、こういう、うん、なんか、あああああ,あっていうのが、このゲートを通すことで、アタックモードには一瞬でできるんですけど、これちょっとワゴンですよね、これ。こうやってあげればですね、このように開けるので、 これでやればいいじゃんとはなるんですけど、うん、ブンブンさんが割とこの携帯でいないんですよ、いつも。トレーラーか、やっぱりロボットの状態でいることが多いので、ゲートモードにするのがちょっと一と手間かかるなというお話なんですね。うん、これ分かっていただけました。分かる方いらっしゃいますか <laughs> このおもちゃで遊んでる方でいらっしゃったらコメントで教えてください。じゃあ、ブンブンジャーロボに、えー、このまましましょう。ブンブンさんを変形していって、よ ではですね、ブンブンパトカー1と2をブンブンジャーロボに合体して、ブンブンジャーロボポリスにしていきたいと思います。何かの動画でブンボットさんを使うみたいなのを見た気がしたので、珍しく説明書を見てたら、これあの、さっき僕がブンブンワゴン持って文句言ってたところの解決策がもう載ってますね。ブンブンカーの、 でここですね。ここに、ちょっと黒くて見にくいですけど、ここにスイッチがあって、これを押すと、<laughs> 変形できるんだ。知らなかった。そうそう。だから、やっぱ説明書はちゃんと読めってことですね。このスイッチのおかげで、多分これ全部の文文カーにあるんですよね。ブ文ンブンクラシックも、うん、あるね。<laughs> あるのか。これ押すと、 おお、あやっぱそうなんだ。ここが変形スイッチで統一されてるんですね。うん。多分あの、他の YouTuber さんがこういうこと多分やられてらっしゃると思うんですけど、たまたまその動画を見てなかったですね。情報が抜け落ちてましたので、うん。もし知らなかった方いたら参考にしてください。まずは、ブンブンパトカー1ですね。先ほどちょっとやりましたけど、変形が、ここをですね、このように、顔が、 格納されてますので、ピンとぼけてる。はい、ピンと合いましたね。うん、顔が格納されてますので、このように、えー、展開して、そしてここのトゲトゲ部分も前に持ってくる。これで変形は終わりで、で、ブンブンジャーロボの頭部がですね、今回丸々変わりますので、今ちゃんと説明書を見たんですけど、これを上に上げまして、ブンブントレーラーにまあ戻すときの要用でですね、こうか。 それぞれタイヤを90度展開して、さらにこのようにやってあげることで、ブンブンさんの顔が後ろを向きまして、でこちら側がこのようになりますので、ここのですね、ゲートモードにするときのこれ、レーンですね。このレーンを、ここのレーンに、このようにスライドして、カチャと、はい、簡単に。 くっつきましたね。お顔の完成。右手には、ブンブンパトカー2の、このパーツですね。ここにタイヤがない方。塗装がない方を内側に、はい、持たせてあげて。で、反対側、左手は、パトカー2のこっちのパーツですね。タイヤがこの、上面に来てる方ですね。で、レーンがある側を内側に持たせてあげて。 俺たちの新たな力見せてやるということで、ブンブンジャーローポリスが完成しました。出ましたね、ついに。はい、このように、まあ。ブンブンジャーロボがベースなので、全体的な印象は変わってないように見えるんですが、お顔がですね、ごっそりと変わっておりますので、うん、上半身はかなり印象変わりましたよね。 ここの腕に何も武装してないっていうのも逆に特徴的。そして、えー、ブンブンジャーロボの稼働を利用して、ここもちょっと上げといて、で、ブンブンパトカー2の2丁拳銃を構えることができると、ブンブンマグナムって言ってましたね、この状態。ブンブンマグナム。人々の安全と安心を脅かした行為は許さない ブンブンマグナムじゃなくて、爆上げマグナムでしたね。このように構えて、爆上げマグナム、ブンブンクラッシュで、どん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 、ドンどん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 、みたいなね、感じで遊ぶことができますので、うん、楽しい。再現遊びは楽しいよ。はい。ちょっと持ち手が緩めかなうん。角度つけると結構くるんとなっちゃったりもするので、まあ、その辺ちょっと。 気をつけながら。で、このように立てて持つこともできるので、なんとなくですね、はい。このように打撃武器として構えることもできなくはないですね。うん。そして、劇中でですね、ダーツグルマーを倒した後にですね、この拳銃を足のジョイントにですね、え収、ー、めるシーンが あるんですよね。それできるのかなどうやってやるんだろう。こう持ってなるほど。パトカー2のジョイントがこういう風に配置されてるので、まあ、このように格納するしかないのかなカチカチとは。こっちはまらないな。うん。 ですけど、足に収めるギミックはできるみたいですね。これでちょっと全体的に見てみますと、こんな感じでですね、二丁拳銃を、まあ、足に格納するポーズの再現を取ることもできますね。まあ実際というか、本当の、こうやって持ってますからね。こうやって持ってるからこのままさっと、あの、早打ちガンマンスタイルですね。ここにシュッと収納できればかだからここに、 あの、スライドジョイントがあれば、いけたんでしょうけど、ま、おもちゃの構造上ですね、こちら側に向けて、こうかな。うん、こうするしかなさそうかな。うん、これもこう、ここにね、シュッとできれば、ここいけたんじゃないバンダイさん <laughs>。いけないか。ここにこの、ね、あの、スライドがあれば、両方ともスッといけたかもですけどね。うん、ま、デザイン、設計の問題は、 いろいろ難しいでしょうから、はい。まあ、なんとかこのようにですね、パッと見は、うん、ちゃんと格納してますので、あ、持ち手をしまえば、いいかな、うん。よかった、再現動画撮る前に遊んどいて。これあの、再現動画撮影中にですね、これで、うん、テンパっておどおどしてますので、一人で。<laughs> はい、こういうことができますね。よかった、よかった。 はい。てなわけで、爆上げ戦隊ブンブンジャーの戦隊ヒーローシリーズ、ブンブラックとえ、ブンブンカーシリーズ、デラックスブンブンポリスセットのご紹介、開封して、ちょっと遊んでみました。まあ、再現に向けての予習を兼ねてというところでしたが、いかがだったでしょうか。や,やっとですね、本格的にブンブンジャー5人体制で行きそうですよね。ここ1ヶ月間は、まあ3人体制で続いていって、ちょこちょこジョーと現場が、まあ一般市民として、 ま、現場に関しては、もう、調達屋さんとして、え大活躍してましたけど、ま、ジョーはですね、巻き込まれ警察官みたいなところが多かったですけど、えーヒーローとして、かっこよくですね、覚醒して、第5話はかなり評判良かったみたいですね。ジョーくんかっこいいってなってるみたいなので、うん、僕も、ブンブラック、推しですね、応援したいと思っております。ということで、第5話の、爆上げ後、 警察官はくじけないの再現、今から撮影したいと思いますので、そちらも皆さんお楽しみに。お疲れ様でした。前田でした。よろしくお願いします。前田でした。